イオンモール下妻は、茨城県下妻市堀米に所在するショッピングセンターである。ジャスコ下妻店を閉鎖して1997年11月29日に、現在地に、ジャスコ新下妻店を各店舗として55の専門店が入居するショッピングセンターの下妻ショッピングパークが開業したのが始まりである。2008年10月24日に増床して、イオン。 下妻ショッピングセンターとして新総会業した。各店舗のジャスコ新下妻マ店はジャスコ下妻マ店を経て2011年3月1日にイオングループの総合スーパーをイオンに店名統一することに伴ってイオン下妻マ店に解消した。2011年から進められたイオンの大型ショッピングセンターの名称のイオンモールへの統一に伴い 同年11月21日に、イオン、下妻ショッピングセンターから、名称が変更された。2013年11月から、イオンリテールの運営していた大型ショッピングセンターを、イオンモールの運営に委託することになったことに伴い、同社の管理運営に移行した。各テナントは、ジャスコ新下妻店は、ジャスコ下妻店を経て、イオン下妻店となっている。 下妻ショッピングパークとして開業した際には、専門店は55店であったが、2008年10月24日に、イオン、下妻ショッピングセンターとして、新装開業した際に増床している。シネマ東入口前と、食品南入口側に、バス停留所があり、下妻市街から約10分で、アクセスできる。一方、平坦な土地であり、 下妻市街方面からの自転車利用も多い。ありがとうございます。